はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。全然緊急で動画撮ってないんですけど、これ初めてハトクマね、カネキンさんとエドワード加藤さんに嫉妬したかもしれない。普段はさ、このお二人がいるって、その場に行けるってだけでむちゃくちゃすごいことだし、テンション爆上がりじゃないですか。ただ今回に関してはすいません、ほんと申し訳ないんですけど、カネキンさん羨ましすぎます。今すぐその場所を変わっていただきたい。ということで来てるじゃん、ブランドン・ヘンドリクソン、ローガン・フランクリン、スティーブン・カー、アンドレ・ファーガソン、その他大勢来てるわけですよ、今この日本にね。でこの前、東京に来ました、埼玉に来ました、でその後京都行きましたっていう動画を上げました。でこれちょっと嬉しかったのは、動画上げてね、良かったなって思ったのは、その動画見た方が、まあ、京都にいる方なのかな、ブランドンと写真撮れたんだって、京都で。これむちゃくちゃ羨ましいなっていうのと、まあ、すごい良かったなって思うんですけど、でまあそんなですね、まあ、その一行が東京に戻ってきました。でこの映像なんかを見ていただいても分かる通り、渋谷にいたりとか、表参道に、で表参道でアンドレ・ファーガソンと思わしき人物と歩いている左隣の方、皆様見覚えあるでしょうと、エドワード加藤さんですね。エドワード加藤さんがエスコートされてリフトジムにね行かれて、リフトジムでまあトレーニング撮影をねされたみたいなんですよ。でまあエドワード加藤さんとブランドンがね、アンドレ・ファーガソンがねこうやって並んでいて、まあオリンピアチャンピオン、アーノルドクラシックチャンピオンと、まあ日本のねエドワード加藤さんが並んでいるっていう、このスリーショットも非常にかっこいいんですけど、なんて言ってもこの1枚ですね皆さん、下の方にカネキンさんおります。まあカネキンさんのアップデートというところにもなりますが、別の動画でね他の日本選手のアップデートも上げているので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、まあこれを見てもカネキンさんかなりドライなね、まあ仕上がり、まあ仕上がりがドライっていうところはね、もう皆様もう前回とか、まあカネキンさんのポストでねずっと上がっているものを見ていただいて、もうわーカネキンさんめちゃくちゃ絞れてるな、東京プロ楽しみだなって思ってる方いっぱいいると思うんですけど、その後ろをね、見てください。スティーブン・カウがいたり、ローガン・フランクリンがいたり、アンドレ・ファーガソンがいたり、ブランド・ヘンドリクソンがいたりするわけですよ。カネキンさんはゴートレをしておりました。なんと羨ましいことか、ローガン・フランクリンにねサポートしてもらって、スポット入ってもらって、懸垂してる、なんと羨ましいことかというところなわけですね。まあ、非常に豪華、まあ、リフトジムこの日ねトレーニングされていた方、行っている方いたらね、ぜひ、コメントで教えていただきたい、 DM で教えていただきたいんですけど、まあ、これにてね、この、海外のねスーパースターたちは、帰っていくことになるのかな、東京ツアーは終わりなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、マジで羨ましい、もうただそれだけ、もう嫉妬の動画今日は、だって羨ましくない、ローガン・フランクリン、しかもさ、もう大会さもうちょっとしたらっていうバキバキのローガン・フランクリンとさ、ゴートレしたりとさ、まああったあったんだよ、もうすごくない、ブランドン・ヘンドリクソンだよ、世界一だよ、でもうアンドル・ファーガソンだよ、ミスター・メンズ・フィジークだよ、アーノルド何回勝ってんのっていうね、そんな選手たちと時間を共にしたカネキンさんが、この時この瞬間に関してはマジで羨ましかった、もうすごいよこれは、はいっていうね、まあそんなお話なんですけれども、でですね、まあちょっとね、まあこれやっぱりローガン・フランクリンの話をハトクマはしたいんですけれども、まあこの道端でね脱いでいるのが、まあこの日本的にいいか悪いか、まあ一旦置いときまして、一旦それはまあ置いておこう、置いておきまして、ローガン・フランクリンの体、皆様いかがですか。まあ今年はねコーチがちょっとだけ変わりました、パトリック・チューアって、あの日本でいうとタイガーさんがねコーチング受けてますけどっていう方になりました、キーオン・ピアソンとか見てる人なんですよ。とにかくコンディションというところと、まあサイズアップというところに特化しているようなね印象のあるコーチなんですけれども、もう今まだ大会もうちょっと先だと思うんだけど、ポージングを取っている時にですね、もう腰回り、葉っぱが、やっぱりローガン・フランクリンといえばこの腰回りの葉っぱじゃないですか。これはメンズフィジークの時からもう本当にすごかった、もうコンディション一級品だったっていうところで、でやっぱりこのね、プロポーションというところもやっぱクラシックフィジーク、まあそのどちらかというとなんかいわゆるまあオールドスクールって言われてる、まあシュワちゃんとかあの時代のまあこのクラシックフィジークの形に近いんじゃないかみたいに一時期言われておりましたが、サイズもですね、足回り、そして背中の厚み、腕の太さ、このあたりですね、結構、去年一昨年からですねついてきてるんじゃないかなっていうところなんですけれども、去年とかはねちょっと惜しくもオリンピアとかは、決めれず、なかなかオリンピアでねこうバチッと決めて、出るというところが体調不良の面も含めてですね、叶わなかったりすることも多いローガン・フランクリン、というところで、まあ、今年はですねバチコと一発目でオリンピア決めてね、2024年ミスターオリンピアクラシックフィジークぜひ荒らしていただきたいなというところなわけです。そんなローガン・フランクリンが日本に来て、しかもねリフトジムにいて、だめっちゃ会う機会あったなってハトクマ思うんだけど、東京いて埼玉いてリフトジム戻ってきててって、はいっていうところなんですが、はいということでね、今回はですね、まあそのアパレルのねツアーで、世界のスーパースターたちが来ている続編というところで、まあカネケンさん、エドワード加藤さんと世界1位たちが絡んだ、そんなお話でございました。改めてですね、まあ、リフトジム表参道付近にも渋谷付近にもいたということで、かなり多くの方がねワンチャン見ているんじゃないかなというふうに思いますので、この辺りの選手ね、もし見た、見かけたよ、あったよって方いたら、ぜひコメント欄で教えてください。はいということで今日の動画はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしく
しければ、ハトクマチャンネルの登録まだされていない方いましたら、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。